はい、岩尾先生です。バイナリーオプションのデモトレード、17連勝、ライブに変換して2連敗。そして、勝ってまた負けて、トータル現在、バイナリーオプションを、4万400円ぐらいですか。ちょっと取り返しました。あ、ちょっとというか取り返して、ちょっと300円ぐらいプラスになったですかね。まあ1ヶ月に2割ぐらい増やせば、3年後は1000万ぐらいに増えます。まあそれを狙っておりますけれども、FX の方ですね。方も自動売買ちょっと調子よくてなってきました。それでね、こちらなんですよ。こちら今ね、5000ぐらいマイナスになってきたんです。今週ね、今マイナス367円ですね。もうすぐ決算ですね。1時だからね、あとに1時間ぐらいです。1時間ちょっとぐらいで決算されると思います。1時締め切りだよね。ちょっと待ってね。まあちょっとこれいいか。こっちで見ないといけないか。取引結構十何個ぐらいでしてありまして、もうこれ取引は決算のみになります。金曜日は。デイトレイですからね。で、ここは10万ほど入れててね、あと100万入れてるところとかね、口座、これ11万、12万ぐらいですかね。これはデモです。入れてあるとこの会社のデモでやってまして、ライブは今休憩中です。で、まあ、74勝41敗とかね、ちょっと、インジケーターの表示の大きめに表示したんで、全部これに出ないんですよね。いくつだったかな。まあちょっとわかんない。まあそんなことでね。今週は勝ち越しですね。バイナリーオプションの方は、これライブに変えて、開始金額は3万円から始めて、今4万に増えてきたわけですね。まあ2月ぐらいから始めてんですよ。で、調整しながら。で、今最高のね、シグナルが出てますから、多分100億円ぐらい稼げるんじゃないかな。今んとこ 1万円ですけど、ね、稼ぎがね、100億円ぐらい稼げるんじゃないかと思います。今日ちょっと買い物したんでね。出かけられないんで、佐川急便待ちですね。買い物したんで。それでちょっとね、ディスクをちょっと見てました。マイクロディスクね。それで、まあ、今話したかったのはこれですね。こちらの方が、もしかしてプラスの方に回るかな？決算は何時だろう。あと何時かってのは出るはずなんだけどな。ループ。24781ですね、一つは。もう一つはエンドだから、秒ということですね。だからまだまだか。3600だ。まだだな、決算。まだ夜ぐらいでしょ。秒数では見える、ゲージが出てるんで、ね。57031もあるし、28352秒後に計算されるんですね。そんな感じで、まだまだ3600で1時間だから、まだ10時間ぐらいあったり、8時間ぐらいあったり、ね。8時間ぐらいに決算ですね。じゃあこれプラス、マイナス170になった。
これね、ピークで相当来たんですよ。マイナス来たんで、5000円以上減ったんだね。おお、マイナス40円。すごいね。勝つ方向に出てきた。これね、まだ1000円以上トータルで稼げると自動計算されちゃうんでね。ま、そんな妥当でしょう。ね。そうしますと、前も1000、1000、途中で計算されたんでね。プラスですね。こんな方法でいいのかな、投資方法。一応ね、これプラスになるんじゃないかな、うっかりするとね。逆張りですけどね。うまく上がってってるみたいだね。すごいすごい。FX。これだけど簡単なんですよ。これつけてるだけなんですよ。何もしなくていいんで、寝てていいんですよ、これ。あ、マイナス50、69円。すごい、100円切った。これ苦しんでたんだ、ゆうべ5000円とかね、そんぐらいまでマイナスになったんで、見たんだけど、もっとなってると思うんだけど、ゲージ見ればわかるんだけどね。ちょっと、操作、無線マウス使ってるんでね。まだダブってたくさん使うの嫌なんで、一つで使ってるんで、上監視中で使ってるんでね。ちょっとこれ、こちらのパソコンはいじくるのがちょっと面倒なんで。素晴らしいです。こちらの方、シグナルはちょっと待ってますけどね。まあ疲れてますけどね。アイスクリーム作んなきゃいけないんで、ね。ごめんなさいね。アイスクリームメーカー。コンプレッサー付きの。まあ今、レーザーで冷やすんですけどね。ダイオードだ。ダイオードで冷やす。電子冷却ってやつですね。あ、時間になった。それでは、どうも。